こんなことをしてただじゃ済まないよ。もう勝負はついたんですよ。姉さん、あなたが留守の間一仕事させてもらいましたよ。戦国に買収されたそうだな。これでもう東条界の現体制は崩壊です。あなたの小細工で右往左往するような東条界じゃないわ。いいや、自分には聞こえるんです。東条界が音を立てて変わっていくのが。今頃他の幹部は戦国組が送り込んだヒットマンの餌食になっていることでしょう。何？神室町に戦国組の兵隊が現れたそうだが、今日は五代目の葬儀だ。絶対に挑発に乗るんじゃねえと下の連中に言っておけ。はい。恥ずかしくねえのか？てめえが世話になった東条界を売り渡すような真似をして。ふっ、売り渡しはしませんよ。私が次期会長の座について、ついでに姉さんを自分のものにします。何を言ってるんだい。俺はね、姉さん、前からあんたに惚れていたんですよ。私から逃れることはできませんよ。お前何してるか分かってんのか。あんただって1年前に錦山の親父と女取り合ったでしょうが、それが原因で東条界がガタガタになっちまった。結局俺もあんたも同じ穴のムジナってことですよ。お前の女になんかなるつもりはないよ。方々に女を作っていた堂島組長より私の方が姉さんを幸せにできます。あんたにあの人の何が分かるってんだい。他に女を作ろうとなんだろうと、私はずっと堂島宗平という男だけを見続けていた。死んだ今でも気持ちは同じさ。死んだ、聞いたろ。好きになった男を愛し続けることができる、それが女の強さだ。そんな能書きはどうでもいいですよ。欲しいものを力で奪う、それだけです。そんなことは俺が許さねえ。受けて立ちましょう。あんたの首取って東条界の跡目を継ぐ。そして俺は姉さんを手にするんだ。時代は変わるんですよ。
今をもって絶縁だ。とっとと出てよ、行き。てめえの欲で組をめちゃくちゃにしやがって。ぶっ殺してやる。情けない。神道のような男に喉元に刃を突きつけられるとは。大公、申し訳ございませんでした。
お前の責任じゃない。正面から来るのならまだしも、こうも裏をかかれちゃ手の打ちようがないだろう。いいかい、組員に伝えるんだ。カムロ町で近江連合の者を見かけたら容赦することはない。力ずくで叩き出せとね。はい。